50年のモヤモヤ映像大放出。この手の番組初めてやります SP は、2014年3月2日の18時30分22時に、テレビ、東京系列、テレビ和歌山にて放送されたバラエティ番組である。正式タイトルは、テレビ、東京開局50周年記念番組50年の、モヤモヤ映像大放出。この手の番組初めてやります SP、テレビ、 東京開局50周年記念番組として放送された、通称、もやもや映像大放出。本番組は、同局で毎週日曜18時30分19時54分放送中の、もやもやサマーズにをベースにした開局50周年記念番組である。テレビ東京のアーカイブスに残っている、過去の番組の VTR を取り上げ、そこから、テレ東っぽさを探り当てていく。また、 番組の形式上では、もやさまとのコンプレックス構成で放送され、本編は18時51分頃から放送された。もやさまパートでは、天王図周辺でのロケを行っていたサマーズに、番組プロデューサーの伊藤孝之から、サマーズが、MC のテレビ東京の開局記念特番を今日、収録することを伝えられるところから始まる。突然の指令に戸惑うサマーズだったが、 そのまま収録場所のテレビ東京天皇図スタジオへ向かいテレビ東京とはどんなテレビ局なのかを知るべくロビーでテレビ東京の歴史を簡単にまとめた VTR を鑑賞そしてスタジオに入ってタイトルコールをしてから本編がスタートしたまた番組内では1975年に独占男の時間で局部を露出してテレビ東京を出入禁止になっていた 小福亭鶴瓶について取り上げ、当時の関係者の証言をもとにした再現 VTR を放送。その後、鶴瓶本人がスタジオに登場して事件の天末についてトークした。これにより、鶴瓶はテレビ東京への出入禁止を解除され、同局のゴールデンタイムに初出演を果たした。なお、本番組で紹介された番組の一部は、同年4月12日に、 同局で放送されたドキュメンタリー系番組テレビ東京50人の証言でも放送された。2016年2月21日には同年秋の新社屋移転を前にしてほぼ同じ時間帯でテレビ東京52年分の映像を大放出。もやもや映像廃棄センターこんな VTR 新社屋に持っていけませんとして2年ぶり2回目の登場。司会は引き続き サマーズが担当。ゲスト紹介の際に記された番組名、テレ東歴も表記。テレビ東京50年の歴史を振り返る素人に、頼りすぎる狭い分野を掘り下げすぎる、とんがった企画をやりすぎる、小福亭鶴瓶テレビ、東京で入り禁止の真相音楽番組、ヤンヤンの歴史スマップとテレビ、東京テレビ東京の名物アニメ大物芸能人の貴重映像。 田原総一郎テレ東社員時代に作り出した問題番組などしかし、スタッフの数がいつもより多かったことや、普段は私服姿の伊藤プロデューサーがスーツを着用していたことから、サマーズは最初から違和感を感じていたという。TB ステーション関東版2016年4号60ページ。この部分は、もやもやサマーズに短縮版として放送。ここから、 もやもや映像大放出。として放送。映像が現存していないため、写真のみ紹介された。t v ステーション関東版2020年2号、ダイヤモンド社、92ページ。ありがとうございます。